画面左ブルーのユニフォームが蒲田マーレ讃岐、そして右側白にオレンジのたすきが AC 長野パルセイロとなります。2021シーズン両チームの時計が動き出しました。2021明治安田生命 J3 リーグ蒲田マーレ讃岐対前線には東がいます。奥には高久保、ここが仕掛けるグラウンダーシュート、ここも長野ファーストシュート放っていきました。ただ形としてはサイド展開、今森川が手を挙げてそこを狙う抑えるが完全にフリーだ、東のシュート、開幕ゴール、長野は6年目の東博史のシュートが決まりました。0対1なるシーンが多くなってからの先制ゴール、森川がボールを受けて最後は東、森川のアシストを受けて左足東が振り抜いていきました。 AC 長野パルセイロが東博史の先制ゴールで0対1先手を取ります。アシストは古巣対決となりました。抜け出す高久保シュート、ここは渡辺健太触ったか、ポジション右サイドハーフ、そのポジションについています。後半長野からのキックオフとなります。後半45分のスタート、ゴール前混戦、これはポスト押し込んだ、追加点長野。後半に入ってからも先に得点を挙げたのは長野。渡辺優雅、さあチャンス、渡辺優雅中に入れる、ここはクロスだったか、もう一度正面林、キーパー矢田貝、矢田貝が前に出ている、しのいだ長野、仕掛ける中グラウンダー、ちょっと中途半端、足元抜け出して遠藤から林、わずかにゴールの上、現在0対2と長野がリード、追いかける讃岐、仕掛ける渡辺優雅、しのいでここで長野が0対2、開幕戦アウェーこの地で勝ち点3。